今回日畠選手にお話を、サッカー遍歴についてお話を伺いたいと思います。お願いします。お願いします。はい、じゃあまず最初に日畠選手の、経歴をですね、今どっちかに出そうと思います。はい、こっち、もうちょい下です。こっち、こっちか、もうちょい、この辺、こっち、あ、もうちょい下です。こっち、あ、そうです、OK。 はい、今出てますが、これせいやさん、サッカーを始めたきっかけは何かあったんですか？きっかけは、まあ、兄が2人いるんだけど、はい、まあ、兄が入ってるサッカークラブに入りました。じゃあもう自然な流れというか。自然ですね。そうなんですね。気づいたらボールを蹴っていた。このジャクパ、はい、強かったんですか？まあまあまあ強かったと思う。東京の中では、うん、だってせいやさんあれですもんね、小6の時ね、アンダー12のね、小6中1の時ね、代表っすよね。ちょっとねちょっとだけねちょっとだけなんですか？だってこの前調べたら出てきましたよ。調べた、うん、日畠せいや、ちょっとね。そうなんですね。で、中学生、FC 東京アンダー15ジュニアユースチームに、これはあれですよね、セレクション受けてですか？そうだね、まあ、小学校の時に、はい、まあ、声かけてもらって。あ、そうなんですか。で、練習参加とか言ってたから、はい、で、決めた感じかな。じゃあ他にあんまり選択肢はなかったというか。いや、結構あったけど、はい、やっぱりすごいお世話になったし、その小学校でやってる時に、はい、まあ、中学生の練習も参加させてもらったし。へえ、まあ、なるほどね。一番必要と来てくれるなっていうのが強かったから、はい、FC 東京に決めたかな。なるほど。このここでの3年間なんか思い出みたいなやつあります？思い出、この3年間はね、はい、結構厳しかったね。試合にあんま出てなかったから。あ、そうなんですか。なかなか難しい3年間だった。あ、そうなんですか。今でこそその左足とか武器あると思うんですけど、この時からもうそうですか？そのキックに。そうだね、それを武器として。うん、まあ、生まれた時俺右利きだったらしいんだよ。はい、で親に、はい、左足に、はい、そう強制されたんですか？強制されて。すごいですね。そしたら右が全く蹴れなくなった。なかなかなくないですかそれ。ね、すごいですね。でも足で強制ってなかなか効かないから、ね、すげえレフティーにしたかったんですかね。じゃない。へえ、じゃあ結構苦悩だったんですね。で、高校は前橋育英高校に。そうだね。じゃあやっぱりそのユースに上がれなかったってことなんですか？夏ぐらいでもう上がれないっていう。早め。そうそう、もう一人一人面談して、そう、上がれる上がれないはもう言われてたから、はい、結構早いですね。そうそう、そっから自分で進路を探して、はい、これ他にあったんですか、高校の選択肢は？何個かあったけど、はい、やっぱり高校サッカー行くなら、はいはい、選手権出たかったから、はい、それは強豪校に行きたかった。じゃあその中で一番なんていうんですか、選手権に近いかったというか。そう、近いし、そこもそこのコーチが小学校の時のトレセンの、関東トレセン、ナショナルトレセンの時にお世話になった人がコーチやってて、はい、その人に来ないかって言われて。なるほどね。あ、じゃあこれ寮っすか？群馬県だから。コスモを思わせ。ガヤがうるさい。ガヤが。じゃあこの高校3年間、うん、どうでした？振り返ってみて。そうだね、結構充実してたと思う。はい、高校3年生の時選手権出てますよね。出た。3年生の時だけですか？2年も出たけど、はい、2年はメンバー入んなかったから。じゃあやっぱ3年の方が。3年で、そう、メンバーあれですよね、途中から出てましたよね。3年、はい、3年はずっと出てた、スタートからでしたね。あ、本当ですか？何の拍手だ
どこまで行ったんですか、最後、選手権。2回戦で負けた。どこに負けたんですか。近大和歌山っていうチームに負けた。悔しかったですか。悔しいぜよ、それは。悔しいぜよ。それは悔しいだろ。悔しいぜよね。選手権出るために、うん、確かに。こう、行く行ったから。もう出れただけマシなんじゃないですか。そうだけど、結構自信あったから。あ、そうなんですね。悔しいね。悔しいですね。高校卒業後、はい、関東学院大学に進学されます、はい。これはサッカー推薦ですか。サッカー推薦。他にあったんですか、大学は。他はあったね。あったんですか、うん。なんで関東学院選んだんですか。そこも、あの、自分のことを小さい頃から知ってる人が監督で、はい、でその前の年から、はい、マリノスと提携して、はい、で力入れるから、はい、ぜひっていうので、あ、じゃあ結構その力入れ始めたぐらいだったんです、ね、そうそうそう、へで入って、そしたら入ったらその監督はもう辞めてった、はい、したらその監督はあのマリノスの監督になって、え、そうそう、トップチームの、そうそう、すごいっすね。あ、じゃあその時はまだ関東学院あんま強くなかったですか。県リーグだったもん、神奈川県リーグ。そうなんですか。そうなんです。それ結構でもちょっと勇気いりません。まあね、まあでもここからっていうチームに、一からチーム作り出す時に、そうそうそう、っていうことですもんね。やりがいは持っていったね、本当に。へえ。最終的にはどこまでいったんですか。関東リーグ上がりました。上がったんですか。2年の時に上がって、はい、で、3位、4で関東2部だったね。よかったっすね。じゃあ、大学時代に一番記憶に残ってる試合ありますか。大学はやっぱり関東リーグ昇格した試合。おー、はい。やっぱり1年生の時ですか。2年、さっき言ったよね。きついなぁ。きつい、ね、2年で上がったんですか。2年で上がった。おー、はい。昇格戦、そうそうそう。相手どこだったんですか。相手は明海。おお、明海、はい、明海大学。結構強くて。明海がですか。そうそう、はい。だから正直、あ、どうかな、どうかなって、結構本当に強いから、はい、なんか J でやってた選手が辞めて大学に来てっていう選手もいて。そんなのあったんですか。そうそう、いい選手いたから、はい。まあ、難しい試合だったけど、うん、そうそう。違うわ、せいやさんのせいだわ、これは。これはせいやさんの、これはカットする。え、これはカットする。いや、だって違いますよ。だってそのせいやさんに今一番大学の時に印象に残ってる試合は何ですかって聞いて、うん、それ言ってくれたじゃないですか。それなんかエピソードないんですか。どういう試合で最後俺が点決めて勝ったんだよみたいな。その時ね、絶不調だったんだよ。そうなんですか。うん、絶不調。絶不調。試合には出てたけど。出てた。あ、じゃあ全然。え、何段で勝ったんですか。3-0。え、すげえ、快勝じゃないですか。内容は全然だよ。あ、もう作戦ってか戦術通りっていうか、ね、うまくはまって。え、でもそういう試合の方が気持ちよくないですか。気持ちいいね。ですよね。ずっとその試合のために、はい、その試合の戦術をずっと練習してて、はい、いいっすね。それが見事にはまって。それは嬉しいです ね、 しね。しかも大事な試合で。そう、うん、で大学入っ、大学の時の監督が、はい、小林慎二さん、はい、まあ、アルティスタでも、そうですね、そう来て、多分後で話す、はい、話します。まあ、その人で、はい、4年間だったんだけど。あ、4年間ずっと。4年間ずっと、はい、で入った時は県リーグで、はい、まあ、そんなしっかりした部活動っていう感じじゃなかったの、はいはいはい、で新司さんが来て、はい、まあ規律とか、はい、まあ、関東学院大学のサッカー部っていう基盤を作るっていう形で入って、はい、だから1年目すごい厳しい練習もあったし、うん、サッカー以外の部分でも、はい、まあ、指導してもらったんだよね。人間性的な。そう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 、はい、でそうやって頑張ってきて、で1年目ダメで、はい、昇格戦、はいはいはい、昇格戦にすら行けなくて。ああ、そうなんですね。県リーグで負けちゃったから。ああ、県リーグ優勝しないと昇格戦には行けないわけ、はい、で2年目でやっと昇格戦行けて、そうそう、で
先輩が4年、その時4年の先輩が、はい、4人5人ぐらいか、はい、そんな多くなかったんだよ、はい、でもそう、新さん来てすごい頑張ってきて、だからその人たちのためにもみんなで昇格したいなって話をしてて、だからすごいみんな気合入ってたね、あ、その昇格戦、そうそうそう、いや、それそうっすよね。で、しかもその時の1点目がその4年生の先輩が決めて、うわー、その時のキーパーも4年生の人で、はい、で、今ボンズでやってるんだけど、はい、たまに会ったりして、はい、話したりするけど、やっぱ関東リーグ行ってレベル上がるからさ、はい、で、部員も増えて、はいはい、上がってね、そうそうそう、やっぱ関東リーグにみんなやりたいじゃん、確かに、で、次は一部目指して、はい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 、やろうってなったんだけど、うん、やっぱ2部入って、うん、今までレベル違いじゃん、うん、で全然勝てなくて、うん、で前期が4分け7敗、うん、1回も勝てなくて勝ち点4で、うん、やばいっすね、やばい、でこのままだともう1年で ね降格ってなって、うん、で夏地獄のトレーニングして地獄よ、本当にめっちゃきつい、はい、で頑張って本当にみんなで、で後期に何勝したっけな、7勝マジっすか、7勝3分け2敗かな、分かんない、ちょっと調べておいて入れてきます、で後期の順位確か1位だったんだよ、へえー、すげえ、そこで、まあ、残留できて、はい、で来年もう今年みたいに、はいはいはい、まあ、力積み上げていけば、まあ、やれるんじゃないかっていう、そうっすね、手応えは感じて最後の年4年に行った、はい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 、そうそう、で3年の時も結構、まあ、自分のパフォーマンスも良くて、はい、まあ、結果まあまあ残してたから、はい、4年生になって、はい、まあ、4年も頑張ろうと思ったけど、はい、あんまり結果出なかったね。なんかそのオチ、オチっていうかあんま結果出なかったね。せいやさん個人のっすか、個人の、あーチームは、はい、あと勝ち点1で1部だった、はい、すごいっすね。そうそう、結構いいとこまで行ったんだけど、うん、ね、まあ個人は結果出なかったけどね。いいですよ、そこ強調しなくて。チームとしては部活、そ、関東学院サッカー部としては、はい、まあ、いい成績残したんじゃないかなと思うね。じゃあ本当に今ある関東学院大学のサッカー部を作り上げてきた一人だったっていうことですね。自分では言えないよ。え？自分では言わない。いや俺が言いますから大丈夫です。そのな、なんていうんですか、その力を入れ始めた来た時の、まあそれ作った新次さんがやっぱすごいね、はい、急に、いやいや本当に急に恩師だから、うん、ありがとうございました。はい、ここまでせいやさんの学生時代のですねサッカーについて聞いてきましたが、次回は、アルティスタ様に、その時アルティスタトーミですね、噛んでたよ、アルティスタトーミに入団してからの8年間についてですね、たっぷりとお話を聞きたいと思いますので、次回もお楽しみに。